僕に任せてください。怪我です。で、あー元気になったぞ。ありがとうラッキーと匠博士。滑り台で遊ぶぞ。あーイエーイ、いやーわー、次僕の番。わほっ、怪我ですね。任せてください。うんうん、よいしょ。痛くなくなった、ありがとう。では、僕はこれで。て、あーこれ誰が助ければいいんだ。えおー、すごいね、これね。どっちが早く登れるか競争しようよ、マー君。僕怖いからやめとくよ。なんだ、マー君、かわりさんだな。見ててよ。どうしよう、110番、落ち着いてください。110番は警察ですよ。うん、なるほど、怪我です。痛くない、やったー、ありがとう。どうしよう、どうしよう。デマーカもう大丈夫だよ。いや、大丈夫なんかな。できないじゃない、さっきから教えているでしょうが。こうやって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 。なんかこれどっかで見た光景だな。こうやってこうこうこれでこうこうとっとっとー。あ、タクロウくん、いねねねねね、怪我をしてしまいました。怪我ってことは、タクミ博士。あれ、来ない。ってことは、たくみ博士とたくろうくんって同じ人が…僕が来ましたよ。誰？たくみ博士の助手の、ウェイ博士です。いや、新キャラ唐突すぎるかな。え、ときみお姉ちゃん？うんうん、これで大丈夫ですよ。では、これで。ありがとうございます。いや、自転車面白すぎるかな。初の二人ツッコミ？どうどう、私が1位だ。何よ、僕の方が1位はね。何してるのさ、あの二人。サイフォンレースごっこしてるらしいよ。最終コーナーに差し掛かった。武器選手いけ、このまま行け。うわー、1点目でまた怪我しちゃった。ドキミお姉ちゃん、どうしよう。マー君、大丈夫だから、落ち着いて、大丈夫だから。怪我ですね、任せてください。治った、ありがとう。また何かあれば呼んでください。ちなみに口笛より指パッチンの方が早く到着しますよ。どれぐらい？ 0.2 秒。そんな変わらん、鬼ごっこだ。いけよー、わっきょー。あ、いたんだ、始まったばっかりだに、ね、早速怪我してんじゃん。怪我ですね。どれどれ。これは、なんか僕の怪我だけ長くない？治りました。あ、よかったわね、ありがとう。で、みんな帰って。皆さん、大丈夫です。僕とラッキーがいれば。大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。オッケー、治りました。ありがとう、匠博士。ラッキーも。それにしても今日はよく怪我をする日だな。なんでだろう。今日はなんだかついてない日かもしれないわね。それについてなんですが、分かったことがあります。皆さんの怪我の裏には、とある黒幕がいるということ。黒幕？みんなが怪我をするように仕向けた悪いやつ、それはお前だ、ドクター X。 よくわかったな、ドクター X だ。出たな、ドクター X。 なんか前より進化してない？
このケガケガ光線銃でお前たちがケガするように仕向けていたんだよ。なんと卑劣極まりない。こうなったら行けボンボン。ニャロボンのボンボンだ。ボンボン心の目。心の目は次に使う技が必ず当たるんだ。そうなんだ、すごい。さすがときみちゃん、お見舞いしてやろう。ボンボン爆裂パンチ。リフレクター、リフレクター、リフレクター。何、物理技の威力を半減するリフレクターを何度も使った。その通り、わしはポケモンじゃないからな、何でもありなのだ。ボンボンもう一度爆裂パンチ。効かぬわ。どうすれば。匠博士、蚊にあるところに光あり。はっ、この声は普通逆じゃない。トニーマンマイティフォー。やはり来たか、お前は。トニーマン、トニーマンマイティフォルム。いや、そこのこだわり強いな。みんな来るのが遅くなったっす。匠博士もニョロボンのボンボンもありがとう。あとは私に任せるっすよ。ありがとうございます。ボンボン、よくやってくれた、ありがとう。ふん、お前が来たところで変わらんわ。新兵器のこのケガケガ光線銃、高出力モードでお前もろとも粉砕してくるわ。なに、トリーマンマイティフォルム強すぎ。よそう、トリーマン、今ここで争いやっても仕方がない。わしが欲しいのは子供たちの悲鳴。しかしこの作戦、ターゲットにバレた時点でわしの負けだ。しかし諦めたわけではない、必ず来る、また必ず来るぞ。消えた。ってことは勝ったんだ。しゃ、これでみんな安心して遊べますね。うん、ありがとう、トニーマンマイティフォルム。うむ、では私はこれで。ドン。いや、帰り方独特。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。クワッツだったので、ニャオホを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。